フラヴィウス・クラウディウス・ユリアヌス。フラヴィウス・クラウディウス・ユリアヌス。331。332年から363年6月26日。は、ローマ帝国の皇帝。在位。361年11月3日から363年6月26日。である。コンスタンティヌス朝の皇帝の一人で、コンスタンティヌス一世。大帝の老位にあたる。最後の。 異教徒皇帝として知られる。異教復興を掲げキリスト教への優遇を改めたため、廃教者とも呼ばれる。331年、または332年、コンスタンティノス一世の異母帝、ユリウス・コンスタンティウスとその妻バシリナの間に生まれた。コンスタンティヌスにとっては老いにあたる。337年、おそらくは皇帝コンスタンティウス二世の陰謀により、 家族を暗殺された。ユリアヌスとその二位、コンスタンティウス・ガルスは、幼少のため見逃された。ユリアヌスは、おそらくガルスも共に、ビジュニアに住まう、母方の祖母のもとに預けられ、事実上軟禁された状態で養育された。軟禁生活では、キリスト教会の聖書朗読者となる一方で、かつてバシリナの家庭教師であった観官,官、マルドニオスによって、ギリシア・ローマの古典や、 神話も教えられていた。おそらく342年になると、ユリアヌスとガンルスは、皇帝領のマケルムへ移された。マケルムでは、その名が意味する過去一の通り外部との接触は極端に制限され、ユリアヌスは、兄と共に、奴隷の仕事を手伝いながら6年間を過ごした。ただし、読書に関しては、自由を与えられていたため、カッパドキアのゲオルギウスの蔵書を用いて、 弁学に励んでいた。この中には、異教の古典作品も多数含まれており、ゲオルギウスの死後、ユリアヌスは、その保護を依頼している。348年、二人はコンスタンティノポリスに召喚され、六年間の追放が終わった。ガルスが宮廷に留め置かれる一方、ユリアヌスは、弁学に関しての自由が認められた。そこで、コンスタンティノポリスで、 修辞学を学んだ後、ニコメディアへ留学した。この地で、哲学者リバニオスの講義を、間接的にではあるが受けることができ、ユリアヌスは、シンプラトン主義の影響を強く受けるようになる。351年、ガルスは、東方のサーサーアン・アサの脅威に対するため、副帝として、コンスタンティウス二世に登用された。その一方で、ユリアヌスは変わらず勉学にいしみ、 ペルガモンにいたアエデシオスやエペソスのマクシムスなど小アジアのシンプラトン主義の親のもとを訪れている。この経験からキリスト教の優越性をこわだかに叫ぶ信徒やおじたちのキリスト秘語に疑問を感じるようになり異教への改心が決定的となった。ユリアヌス本人も自身の改心は351年に始まったとしている。帝即位直前の夏には アエデシオスのデシプリスクスを訪ねて、アテナイに赴いている。三百五十四年、副帝であったガルスがコンスタンティウス二世に処刑された。さらに皇帝はユリアヌスに犯行の疑いをかけ、メディオラヌム、ゲンミラノの宮廷に呼び出した。ユリアヌスはそのままコンスタンティウスの監視下に置かれたが、皇妃、エウセビアが唯一の擁護者として皇帝に働きかけたため、 約半年後に、疑いが晴れ、解放された。メディオラヌムを離れた後は、ビチュニアの邸宅により、そこからすぐに、ギリシアへと立った。アテナイにて、異教徒たちに混じりながら、キリスト教徒の修辞学者プロハイレシオスカラテドキを受けていた。だが、間もなくコンスタンティウスに召喚され、再びメディオラヌムの宮廷に向かうことになる。355年後半。 コンスタンティウスは、東方のペルシアだけでなく、ガリアでの問題にも直面していた。このガリア側の問題を解決するため、ユリアヌスにはガルスに代わる、皇帝権力のパートナーと氏の役割が求められるようになった。こうした背景から355年11月5日、メディオラヌムにてユリアヌスは副帝に認じられる。この東洋は、以前に監視から解放された時同様、 エウセビアの進言によるところが大きかった。副帝就任と同時に結婚した。相手はコンスタンティウスの妹ヘレナで、ユリアヌスから見れば重視にあたる女性だった。355年末、ユリアヌスはコンスタンティウスと共にガリアに向かっていた。配下に置かれる予定の軍はすでにガリアにて待機していた。この道中、フランク族によってコロニア・アグリッピナ、 ゲンケルンが陥落したとの報告を受ける。ここからユリアヌス自身の指揮による戦闘が始まる。翌年6月、ウィエンナ、ゲンビィエンヌでの越冬を終えたユリアヌスはまず、攻撃にさらされていた、アウグストドゥルム、ゲンオータンを救援し、そこからアウテシオドゥルム、ゲモセール、アウグストボナ、ゲン、トロワで敵を破りつつ、ドゥロコルトルム、ゲンランスまで北上し、 その地の中東軍と合流した。戦力を整えた後は闘進し、ディオデルム、ゲン、メスを経由して、ラインガー中流の西岸まで進出した。これと並行して、コンスタンティウスは、ラインガー上流に進軍し、南北からの攻撃が行われた。まもなく、ラインガー上流をアラマンニ族から奪回する目的は達成された。アラマンニ族との戦いを、 コンスタンティウスに引き継いだユリアヌスは北上し、コロニア・アグリッピナをフランク族の手から取り戻した。コンスタンティウスは357年にはガリアを離れたが、ユリアヌスの成功は続いた。アルゲントラトゥムの戦いにて三倍近いアラマンニ族を相手に勝利を収め、その後はライン川を渡ってアラマンニ族の土地に攻撃を加えた。五十八年には 下流域にも断固とした軍事行動を取った。さらに上流域でも別動隊がライン川を越えて征服したため、ローマ帝国の支配領域をリメス・ゲルマニクスとラインドナウ領大河の源流の線形の区域、アグリデクマテスにまで戻すことに成功した。こうしてガリアの安定は取り戻された。それを示すように359年になるとユリアヌスの軍事行動も少なくなる。 三百六十年初頭、ユリアヌスの平穏は一変する。コンスタンティウスがガリアから東方国境に援軍を送るように命じたからである。要求された人員はユリアヌスが指揮する全軍の半数近くに及んだ。この指示を出すようコンスタンティウスに促したのが、宮廷内の反ユリアヌス派であった可能性はあるが、当時の情勢を鑑みれば、安定した西方から緊張の高まっている東方へ、 戦力を移すというの自然な流れでもあった。359年に北メソポタミアの所をアミダゲンディアルバクルを破壊するなど、ペルシア軍が攻勢に出ていたためである。しかしユリアヌス側からすれば、この命令は苦渋の決断を迫られるものだった。対象となる兵士の多くがガリア出身で故郷を離れることを望んではおらず、ユリアヌスも彼らに、 アルプス山脈を越えることはないと以前に宣言していたからである。結局、コンスタンティウスの命令通り援軍を送るべく兵を一旦ルテティア、ゲンパリに集結させた。だが彼らが派遣されることはなかった。兵士たちはユリアヌスを囲み観光を持って皇帝、聖帝に衰退したのであった。ペルシアとの戦いに注力せざるを得なかったコンスタンティウスは 警告を与えるのみで、直ちにはユリアヌスを反逆者として処断しようとは、しなかった。ユリアヌスの方も、コンスタンティウスに対する書簡では、副帝を自称していた。しかし、ユリアヌスのガリア滞在5周年を記念した祝祭に、合わせて、当地で発行された貨幣には、両者はどちらも、皇帝と刻まれており、実際にはユリアヌスは、皇帝、政帝として振る舞っていた。 アラマン二族の王を捕らえ、ガリアでの軍事行動に区切りをつけたユリアヌスは、信頼するサルスティウスにガリアを任せ、三百六十一年夏、コンスタンティウスとの対決に向け、進軍を開始した。抗軍速度は非常に速く、十月にはシルミウム、ゲンセルムスカミトロビナに到着した。この町では、後に文人仲間となる歴史家のアウレリウス・イクトルと面会していい。 同月末にはナイス、ス・ゲン二種に至った。ユリアヌスをこれ以上放置できなくなった、コンスタンティウスは、ペルシアとの戦いを中断し、西へと向かう。しかし361年11月3日、精神する道中に、キリキア地方で、突然の死を迎えた。臨重の床で、唯一の肉親であるユリアヌスを、後継者に指名したと伝えられている。ユリアヌスは同月末、 ナイススで、その報告を受け取った。12月11日、ユリアヌスは、唯一の皇帝として、コンスタンティノポリスに入場する。時を置かずコンスタンティウスの葬儀を取り行い、この皇帝に対し深い尊敬の念を表した。コンスタンティウスに忠誠を誓っていた東方の兵士を、抑えるためにも、三奪者ではなく、正当な後継者として皇帝に即位したことを示す。必要があった。 実際に遺言があったかは不明だが、コンスタンティウスが死の間際にユリアヌスを後継者に認めたという噂が葬儀の後に流れた。コンスタンティウスの葬儀が終わると、翌年初頭にかけて、選定に従属していた不正を行う者たちを裁く法廷がカルケドンで開かれた。ユリアヌス自身はその法廷には立たず、異教徒でオリエンス道長官のサルティウスセクンドゥスを 代理人に選んだ。この裁判の判事は、サルキウス以外に5人いたが、そのうち4人は現職か前職の武官であり、新しい皇帝の権力の源泉としての軍の支持を取り付ける意味が大きかった。そのためユリアヌスは隣席せず、不公平な判決を黙認したと考えられている。カルケドンで裁判が開かれる中、ユリアヌスはコンスタンティノポリスで宮廷の改革に取り組んだ。 ディオクレティアヌス以降の訂正後期においては、宮廷ではペルシアをモデルとした新たな様式が導入され、その機能が肥大化していた。金欲的な新たな皇帝はこれを一挙に縮減した。キリスト教徒の官僚や教会視野の中には、この改革の目的がキリスト教徒の法畜にあると考える者も,もいたが、実際にはそうではなかった。宮廷の人員の多くは確かに、 キリスト教徒であったが、ユリアヌスはその数を削減するのみで、異教徒と入れ替えることはしなかったからである。宮廷、官僚組織の規模を縮小する一方で、元老院の権威を復興させようという努力もした。宮廷の外においては、都市の再編にも着手した。副帝即位以前に、様々な都市に留学した経験から、各都市の財政負担を減らし、 三次会の持つ権限を強化しようと考えた。ユリアヌスにとっての都市、特に帝国東藩の都は、ギリシア文化の伝統を継承する存在であり、ヘレニズムとの調和が必要だと信じていた。つまり、ユリアヌスの改革の目的は、かつての伝統に回帰することであった。異教が中心となる世界を目指していたのである。そのために、市民の皇帝というイメージを再構築しようと、 心見た。ガリア時代でもそうであったように、ユリアヌスの描く皇帝像はシンプルなものであり、いばらず、豪者にせず、市民と身近な存在であった。ユリアヌスの心の内にあったモデルは、ミソポゴンや皇帝共演の記述から、マルクス・アウレリウス・アントニヌスだったとされている。これについては、リバニオスも同様の説明をしている。宗教面では、 キリスト教への優遇政策を廃止している。ユリアヌスは、異端とされた者たちに恩赦を与え、キリスト教内部の対立を喚起した。彼は弾圧などの暴力的手段に訴えることなく、巧妙に宗教界の構想を誘導した。異教祭儀の整備を進めたのも、ユダヤ教のエルサレム神殿の再建許可を出したのも、そのためであった。これらの行動により、長く、キリスト教徒からは、 廃教者の別称で呼ばれることになる。その意図は教育行政に対してもよく現れている。362年6月に布告した直例で教師が自らの信じていないものを教えることを禁じた。これはキリスト教徒が教師となること自体は禁じていなかったが、実質的にキリスト教徒は異教のものである古典文学を教授することができなくなった。こうしてユリアヌスは ギリシアの伝統ある文化、文明の異教徒による独占状態を作り出した。次世代の知識人層を異教徒で埋め尽くし、そこからのキリスト教徒の排除を図ったのである。ユリアヌスは表面的には宗教的な差別は行わなかったが、その内心では明らかにキリスト教勢力を打倒しようとしていた。一説によれば、彼が復興を目指した異教は、 シンプラトン主義の影響を受けたものであり、定政以前からの伝統であるローマの国家宗教ではなかったという。論者が言うには、ユリアヌスの考えるギリシア的宗教とは、ギリシア神話やローマ神話に代表されるような伝統的多神教ではなく、太陽神とその加工形態である神々からなる単一神教であった。いずれにせよ、ユリアヌスは、 ギリシアやオリエントの伝統的な宗教に対しても寛容であった。急激に進められた体制の変革は様々な抵抗に遭い、思うような効果は上げられなかった。ペルシア遠征前に滞在したアンティオキアでの市民の反応が象徴的である。ユリアヌスは362年7月にこの町に入場していたが、この年は干ばつに見舞われていた。これへの対応として、 周辺地域から食料を供給したが、市内の流通の監督を怠ったために不正が広がり、これを契機に市民との関係が悪化した。ミソポゴンが書かれたのはこの時である。ユリアヌスとアンティオキア市民の対立には、皇帝の強すぎる、金欲主義に対する市民の反発など、これ以外にも様々な理由がある。だが、その中の一つに、 ユリアヌスの描く皇帝像に対する反発は確かにあった。これはコンスタンティウス2世のような皇帝のあり方を望ましいと感じている人々がいたということでもある。サーサーアン・アサのシャープール2世はディオクレティアヌス以来の均衡状態をおよそ40年ぶりに破り、かつてのアケムネス朝の領土の返還を迫ってローマ帝国と先端を開いた。 ローマ側はこれを防いでいたが、361年末に、コンスタンティウスは、東方国境から撤退してしまった。したがって、ユリアヌスが皇帝となった時、コンスタンティウスの知性に持ち上がった懸案は決して、おらず、ローマの東方国境は再びサーサーアンアサの構成に、さらされていた。363年3月5日、ユリアヌスは8万から9万の兵を率いて、 アンティオキアを歌った。この遠征には、兵士だけでなく、コンスタンティヌスの時代に、ローマ帝国に亡命していた、シャープールの弟、ホルミズドを伴っていた。まずは、アルメニア王アルサケスに食料と援軍を提供するように指示を出し、ヒエラポリス、ゲン、マンビジニテ、補給体制の確認を行った後、ユーフラテス川を渡って、メソポタミアに入った。メソポタミアのカルラへ、 ゲンハルターンでは、プロコピウスとセバスティアヌスに3万の兵を預け、アルメニアの援軍と合流して、メディアを征服るように命じた。ユリアヌス率いる本隊は、ユーフラティス川沿いの仮に組む、原落下に向かい、遠征のために編成された艦隊と合流した。艦隊は、薬戦争の船からなり、食料、武器、工場兵器が積まれていた。中には、浮橋用の平底船もあった。 仮にクムを立った後は、キルケシウム、ゲン、ブセーラにて、ハブール川を渡り、そのまま、ユーフラテス川を下った。アンミアヌスの記録には、途中経由、陥落、占領、焼き打ちした都市として、ドゥライウロポス、アナタ、ティルタ、アカエアから、バラクスマルカ、ティアキラ、オゾガルダナ、マケプラクタの名前が出ている。このうちオゾガルダナには、 トライアノスのパルティア遠征時に建てられた裁判所の遺構が残されている。その後は、ピリサボラを陥落させ、運がナハルマルカに到達した。トライアノスが船を運んだ経路が残っていたため、ユリアヌスはこれを開き、ユーフラテス側からティグリス側へと船を移した。こうしてユリアヌスは、クテシフォンの間近に迫り、その場外での戦闘にも勝利したが、後期を逸したために占領に失敗した。 ティグリス川から南下してくる、はずの援軍は到着せず、シャープールの軍も接近しつつあり、情勢は芳しくなかった。クテシフォン近郊に泊まることを断念したユリアヌスは、艦隊を焼き、撤退に移った。プロコピウスとセバスティアヌスの部隊を目指してティグリス沿いに、北上したが、6月26日、敵州に対して指揮を取っている際に投げやりを受け、陣中で没した。 死に際して、ガリラヤ人よ、何時カテリとの言葉を残したという伝承がある。撤退中の陣中で選ばれた新たな皇帝、ヨーヤヌスは、大路の安全を確保するため、以下のように大幅に譲歩した条件で、シャープウールと講和した。これにより、サーサーアン・アサ側の優勢は決定的となり、さらに、ローマ帝国は、北方の国境にも問題を抱えていたため、以後、 両国間に大規模な武力衝突はなくなった。四世紀末にテオドシウス一世が一時構成に出たが、東方国境以外に不安要素を抱えていたため、アルメニアを東西分割してその西側の一部をローマ側のものとするのが限界であった。ユリアヌスのような大規模な遠征は、六世紀半ばのユスティニアヌス一世への征服活動を待つことになる。ユリアヌスが守護の場合、 特に明示しない、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。